皆さん、こんにちは。なるほど、てんです。今日も3分間ミステリーで遊んでいきます。さあ、問題1。居酒屋で一緒に飲んでいた同僚が突然苦しみ出したと通報を受けた救急隊が駆けつけたが、えー、残念ながらその男は搬送先の病院で死んでしまった。死因は急性アルコール中毒ではなく、しかも一滴も飲んでいない。そのことがわかる、えー、部分はどこかと。えー、っと、あ、ドリンク飲んでいらっしゃるんですね。こちらですかね。スク度ですかね。マドラーですかね。 解説男が持っているグラスにはアルコールとソフトドリンクの取り違いを防ぐためにノンアルコールのグラスにマドラーをつけて提供する居酒屋は多く彼らが飲んでいた店もそのやり方を採用していたとナ良君月1回飲み会行きますけどソフトドリンクにマドラー入ってたことないですけど <laughs> 見たことない、えー、問題2不審死ということで警察の捜査が入ることになり最初に疑われたのは一緒に飲んでいた2人の同僚だった 食事中にどこを盛ることが可能だったと思われたためなのだが、警察はなぜそう考えたのか、その理由が分かる部分を選べと、その部分、どういうことですかね。可能だと思われた。なぜそう考えたえー、っと、なんですかね。一緒に食べるカニがあったからってことですか こっちカニ違いますかうんー何でしょうかあとは席が近いとかですかねあーそれがこのライトで暗いとかですかね。してお正解解説この居酒屋ではおしゃれな雰囲気を演出するために照明としてろうそくを使っているそのため店内はかなり薄暗くこっそり毒を盛るのは難しくないと警察は考えたのだったと問題3 警察は死んだ男の同僚2人がドリンクに毒を持ったと見ていたが、誰も毒物を所持してなかった。そしてなんと死んだ男の体内からも毒は検出されなかった。では男はなぜ突然苦しみだしたのだろうショック症状を突然引き起こしそうなものといえばと。ああ、これあれですよね。アレルギーでしたっけなんかいろんなアレルギーありますよね。エビちゃんですかうーん、エビアレルギーじゃないならカニアレルギーですかお正解。 解説、テーブルの上にカニがあるが死んだ男の目の前の皿にだけカニの殻が入っていない、このことから、えー、男は甲殻類にアレルギーがあったと推測されると、そうなんですかね、<laughs> できると、甲殻類アレルギーは症状が激しく出る場合があるため、警察は男がアナフィラキシーショックを起こした可能性があると考えたと、問題4、警察は再び同席していた2人の同僚に疑いの目を向けたが、この2人は白だった、この件は不幸な事故だったのだ、アレルギーを引き起こしてしまったものは一体何だったのだろうか。 テーブルの上にそんな答えがあると私もカニ好きですけどカニ剥くのが面倒だから食べない時ありますよねあここでエビちゃんですかあれ <laughs> まあそもそもテーブルの上に答えがあるって書いて私は壁のエビを触ってしまったとですねさあエビラーメンですか解説死んだ男の前に食べかけのラーメンがあるこのラーメンはエビから、えー、出汁を取ったスープだったのだアレルゲンには気をつけていたが薄暗い店内に加えラーメンのスープにまでは気が回らなかったようだと あ,あそうなんですね。美味しいんですけどね。まあ、匂いとかで分かったらよかったんですけど。さあ、ステージ77、星2つですね。ありがとうございます。えでは、今回の動画ですね。以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。